皆さん、こんにちは。11月20日より開幕した FIFA ワールドカップカタール大会。グループ予選は早くも最終節へと突入していて、オランダ、セネガル、イングランド、アメリカ、フランス、オーストラリア、アルゼンチン、ポーランドと次々に決勝トーナメントに駒を進めています。日本時間12月2日には E 組の最終節が行われ、日本代表は強豪スペイン代表に挑みます。現在2戦1勝1分けで E 組1位に君臨するスペイン代表、勝利すれば自動的にグループ突破を決められる森保ジャパンにとっては超えなければいけない相手です。そうした中で無敵艦隊を率いるルイス・エンリケ監督は、現地時間11月28日に自身のライブストリーミング配信プラットフォームツイッチで日本戦について語ったとスペインメディアエルディアリオが伝えています。まずエンリケ監督は日本代表について、日本はクオリティが高く、それゆえ我々は苦しめられるはずだと口にし、もしドイツがコスタリカを破れば日本は勝利が必要となるので、我々は容易に戦えなくなる、だから今から予測するつもりはないと危機感を漂わせています。さらに、私たちは彼らのことをよく知っている、大会前から分析していたからね、日本の選手たちにはクオリティがある、フィジカル的には強くないが、しかしとてもスピードがあるね、日本のプレーには2つの傾向がある、早急な結果を必要としていないときは後方に下がってプレーし、負けている場合にはプレッシングを仕掛けてくる、ドイツ戦が良い例だろう、そのクオリティから言って難しい試合を強いられるだろう、そして彼らの8から9選手はドイツでプレーし、そして武もいる、彼らは勝ち点を必要としているし、簡単な一戦にはならないよ、私たちが試作にふけてプレーすることはないし、日本に勝ちたいと思っている。スペインは彼らと五輪でも対戦したが、あの試合でレギュラーだった選手たちも数人いるね。そしてエンリケ監督はまた素早いパス回しからの崩しなど、フットボールをプレーするという点においてスペイン以上のチームが存在しないと胸を張っています。私たちより優れたチームがいるか、フットボール的にはきっぱりノーと言わせてもらう、決定力を持つチームを選ぶとしたらフランスやブラジルが本命になっても驚きはしない、しかし私たちはどこと対戦しても恐れることがない、少し前にフランスと対戦したが勝つこともあり得た、私たちはチームの長所を伸ばしていきたいと語り続けて、自分たちのスタイルを疑ったことはない、私たちがボールを持っているときプレッシングを仕掛ける相手は40メートル走らなくてはいけない、そしてこちらがもっとパスを回して大きくピッチを使えたら相手は自陣に戻りながらさらに50メートル走る必要があるんだ、ボールを追いかける苛立たしさがわかるか、これこそが私たちの武器、哲学であり選手たちに伝えようとしているものだ、私はこのスタイルを好んでいるし、実践する上で私たち以上のチームは存在しないだろうと自信と誇りを覗かせています。そしてエンリケ監督はさらに、フットボール的クオリティはフィジカルに勝らなくてはいけない、そしてスコアでリードしている状況でもやり方を全部変えるようなことがあってはならないんだ、結果を手にしている時プレー方法を変えようとして選手を交代し、それで点を決められたらどうする、自分はそんなプランを立てないし、もっと先を見ている、なぜ私たちの方が優れていると考えているのに戦略を変えなきゃいけないんだ、自分たちが優れているならばもっとゴールを決めた方が良いに決まっているじゃないかと、日本代表のコスタリカ戦について遠回しに言及をしているかのような発言もしています。そして30日、最終戦に向けた前日会見に臨み、明日は素晴らしいテストになる、タフな試合になる、我々の方がボール保持率は高いかもしれないが相手は走れるチームでハイプレスもできると日本の印象を語り、さらにエンリケ監督は日本について
多くの選手が欧州で活躍していると印象を述べ、鎌田選手、田中碧選手、遠藤選手、久保選手、南野選手の名前を挙げながら、日本はダイナミックで速く、重圧もかけて時間を与えないと警戒を口にしました。決勝トーナメントを見据えて2位通過を狙うとの報道もありますが、ルイス・エンリケ監督は真っ向から否定。我々はここに勝つために来ている。勝者になることを目指している。我々は自分たちの課題を消化しなければならない。ワールドカップではどんな相手にも勝たなければならないと言い切りました。ドイツ戦についても語っており、勝てるチャンスがあったにもかかわらず勝てなかったので、不思議な気分だし残念だ。しかし自分たちが死のグループのトップにいるということを考慮し、ポジティブになる必要があると感想を述べています。そして引き分けに終わったことについては、少しがっかりしているが、負ける可能性もあったし妥当な結果だった。私にとっての鍵となったプレーはアセンシオのシュートがゴールの上に外れたことだ。もし2対0にできていたら試合は違ったものになったはずだと、追加点を奪えなかったことを残念がっています。一次リーグ突破のかかる重要な最終節日本戦でベストメンバーを組むかを質問されると、我々が競争力の高いチームで臨むことを保証する。しかし全員が素晴らしいので誰が出場しようとも関係ない。ドイツはコスタリカに勝つことを考えなければならないが、私は自分たちが日本戦で勝利を目指して臨むことを保証するよと全力を尽くすことを強調しました。なおグループ E の順位と勝ち点は、首位スペイン勝ち点4、2位日本勝ち点3、3位コスタリカ勝ち点3、4位ドイツ勝ち点1となっており、スペインは日本戦で勝利すれば無条件で首位通過を決められ、また引き分けた場合でもグループ突破を果たすことができます。また逆に日本代表が勝った場合も、コスタリカ代表の得失点差を考えれば、コスタリカ代表がドイツ代表に勝っても首位通過になることは間違いないでしょう。それだけに最終戦のスペイン戦は重要な一戦になります。日本代表は東京オリンピックの時にスペイン代表に敗戦しているので、ここでリベンジを果たしつつ決勝トーナメントに進んでほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。